はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は、ロサンゼルスレイカーズ、もしくはクリッパーズの試合の見に行き方ということで、動画を上げていこうと思います。この動画をご覧いただいたらですね、アメリカへ行くための準備と、それから NBA チケットの買い方、これはおすすめのスポットも紹介しようと思っています。それから3つ目に、空港からステープルズセンターへの行き方、この3つがですね、分かるようになっていますので、ぜひ動画最後までご覧いただけたらと思います。ちなみに、僕自身のスペックなんですけれども、残念ながら英語は全く喋れません。アメリカ行くのに致命的です。それから、意味はなんとなく聞き取れるので、笑顔でごまかせる。そんな英語レベルで、それでもアメリカ行けるということなんで、心強いかなと思います。勝手に思ってます。ということで、まずはアメリカに行くための準備をしていきましょう。これはもうさすがにパスポートはもう取得している前提で話を進めていきますね。で、今回はエクスペディアでやるという前提でお話を進めていきます。僕自身がそうやったっていうことなんでね。はい。ということで、まずいるのが航空券とホテルですね。で、航空券に関してはどこから行くっていうのに関わってくるので、まあ金額がいくらって言えないんですけど、まあざっくり言うと10万円前後です。で、ホテルは何泊するかにもよるんですけど、一泊だいたい6000円から1万円くらいでいいホテル泊まれますんで、まあその程度の金額のものでいいかなと思いますね。で、絶対欠かせないのがエスタの取得です。ビザを取得する代わりにアメリカに入るには必ず必要になってきて、金額は14ドル必要になります。これないとアメリカ入れないんでね、絶対取ってくださいね。僕自身はこれをちょっとギリギリまで取るのを忘れてて、まあなんとか出国には間に合ったんですけど、めっちゃ焦ることになるんで余裕を持って取得してみてください。ということで、エスタの取得の仕方ですね。具体的なことをお伝えするのは難しいんですけど、そこの PGA の行き方に関して今からお伝えしていきます。ということで、エスタ申請の画面にやってまいりました。なんかいろいろ見てると、エスタ申請できるサイトって、なんか数結構あるみたいですね。僕はですね、これでやったことがあるので、これでご紹介しようと思います。で、中には今日本語にしてるんですけど、イングリッシュとかいろんな言葉があったりしますので、最初ね、日本語にしてもらうようにお願いします。で、ここに書いてある通り、エスタの申請はこちら、出発の72時間前までにお願いしますということで、これね、かかるときはやっぱ3日くらいかかるらしいんですので、余裕を持って、最初にやっておくといいと思います。で、エスタ申請したら2年間は有効が、期限がありますんで、またアメリカに行く機会なんかがあれば、申請をしてから2年間は再申請の必要はないですよということですね。僕は当日の夜中にやって、もしかしたら出発できなかったかもしれないんですけど、ギリギリ間に合ったっていう感じですね。で、手順に関しては、下の感じですね。エスタ申請の流れ。必要なのは、パスポートと、それからクレジットカードですね、になります。で、申請の情報を入力して、まあ、結構これ細かいので、ちょっと根気強く入力してもらえたらと思います。で、支払いがあって、で、登録したメールアドレス宛てに審査通りましたよっていうメールが返ってきますんで、で、審査完了と、一応、そのスマホなんかで届いたっていうメールは残しておくといいかと思います。スクリーンショットなんか撮ったりしてね。で、あとはエスタって一体何なのとか、申請どうするのっていう細かな話に関しては、実際の画面を見ていただけたらなと思います。ちょっと紹介ね、ここまでにしておきます。っていうか、ここまでしかできないんで、ここまでしておきますね。はい。ということで、エスタの取得の方法についてご紹介をしていきました。続いてですね、エクスペディアを使ってのホテルと、それから航空券の取得についてご紹介をしていきます。で、これはスマホのアプリを使っていきますんで、ちょっと画面が小さくなるかと思うんですけど、まあ、うまく見てもらえたらいいかなと思います。ということで、やっていきます。どうぞ。ということで、エクスペディアの方の取得の仕方も紹介していきます。まずはエクスペディアのね、アプリを取ってください。で、エクスペディアのアプリを取ったら、こんな感じで、宿、ホテルとか、航空券とか、航空券、ホテルとかってあるんですけど、これはまあ、航空券だけで取るか、ホテルだけで取るかと、まあ、それから合わせて取っちゃうかっていうのは、まあ、それぞれだと思うんですけど、ただですね、こうやって航空券っていう風に押して、で、出発地は、まあ、例えばですけど、まあ、大体これで僕がどこにいるかってバレちゃうかなと思うんですけど、まあ、例えば成田空港から行くとしましょう。で、成田空港から目的地はロサンゼルス国際空港なので、ロサンゼルス国際って打つと、あ、この LAX、ラックスですね。で、日付は、まあ、ちょっと今回、ね、
適当に2月の1日に出発するという感じで、で旅行者仮に1名ということで、あ、フクロウは、まあ、2月のじゃあ5日に帰ってくるとしましょう。でこれで検索かけると、ちょっと待ってくださいね、長いな、間が持たないな、本当に長いな。あ、こんな感じですね。あ、136,000、今回はちょっと高めですけど、こんな感じで金額安い順からね出てきたりしますんで、こんな感じでどこからどの空港を使うのかっていうのを選んでもらったらいいんじゃないかなと思いますね。一番安いのはカタール航空で138,680円ということですね。ただ31時間20分。これえぐいな。ユナイテッド航空の方が良さそうですね。はい。これだと9時間50分直行便なんでね。なぜか成田行ってドーハを経由してラクス。もう、ドーハにはね、個人的にちょっとね、嫌な思い出があるんで、これもしかしたらどっかの話でするかもしれないんですけど、スペイン行った時、とんでもない目にあったんですよ。まあ、それはどうでもいいや。ということで、まあ、今回ちょっと高めの金額ですけど、10万円前後からありますよ。で、検索の仕方はこんな感じですよ、と。で、それからホテルに関しては、宿ホテルで、目的地を例えばハリウッドって設定しますと。ハリウッド。ね。で、ハリウッドでやって、選んで、で、おちょ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 。で、まあ、2月の1日から、まあ、これは、ちょっと、日付変更線超えるんで、本当に泊まる日っていうのをちゃんと選んで、くださいね。で、まあ、3泊しましょうということで、選んだときに、まあ、これはいろいろ検索条件ってできるんですけど、まあ、こうやって、1泊あたりの金額に1万1000円とか、1万8000円とか、1万4000円とかっていろいろ出てくるんで、なんか今回高いやつばっかりですね。まあ、ここに8800円ってお手頃のやつもあったりとかするんで、で、そこから選んでもらうと。で、結構口コミとか、ね、ちょっと1個選んでみましょうか。口コミとかですね。まあ、今回 5点中4点1点っていうか、それから設備が一体何が揃っているのかとか、安全衛生の対策とかね。それから大体の住所どの位置に属しているのか。ね。これが例えば、ステープルズセンターに行くときとか帰るときとかっていうのにアクセスが便利かどうかですね。うん。っていうのも踏まえて、で、部屋の様子どんなものなのかとかっていうのをこうやって写真で見てもらえたらいいと思います。まあ、アメリカの僕が実際泊まったホテルと比較すると、ここら辺の写真はすごくいいんじゃないかなと思ったりしますけどね。うん。これ結構いいホテルと思いますよ。8000円払う価値はあるんじゃないかと思いますね。はい。僕が泊まったところは壁がめちゃくちゃ薄いところで、まあ、6000円くらいで泊まれたところだったんですけど、廊下で喋っている人たちの声がもろ聞こえてくるっていうようなホテルだったんでね、まあまあそんな話もありとして、こんな感じで、ホテルとそれから航空券検索してもらって、で取得していただけたらと、取得していただけたらと思います。カミカミでしたね。はい、以上です。ということで、エスタも取得して航空券も取って、そして泊まるホテルも決まったら、いよいよどの試合を見るかっていうことなので、続いてですね、スタップハブでのレイカーズもしくはクリッパーズのチケットの取得方法と、それから、ホームで観戦しますんで、どうせならいい席座りたいですね。どこの席がいいのかっていうおすすめを紹介していきたいと思います。では、どうぞ。はい、続いてスタップハブですね。NBA のチケットを購入していくところです。ね、スタップハブってね、これ名前で調べてもらったら、まあ、スタップハブジャパンっていうので、いきなりですね、こんな風にいろいろと観戦チケットっていうのが出てきますんで、これ見てたらですね、ね、すごいね、いろいろとサッカーとか、ね、人気スポーツ、ね、K1 じゃないや、格闘技とかもあるみたいですね。で、今回は、ロサンゼルスレイカーズのチケットを購入。まあ、これね、どっちでもいいんですけどね、クリッパーズでもレイカーズでもいいんですけど、同じホームなんで。で、調べていくと、まあ、こんな感じで出てくるんですよ。で、すいませんね、いろいろと先にちょっと調べてたんですけど、今回ちょっとコロナ禍の影響もあって、で、本来であれば、ここね、ロケットモートゲージフィールドハウスって、これね、キャブスのホーム。で、あと、ホークスもホークスのホーム、ジャズのホームしか売ってないんですよね。なので、多分、まあ、これが通常運転に戻ったとしたら、レイカーズの、ホームコートのチケットとかも売ってるみたいなので、ちょっとね、皆さんにね、どこを、こういう買い方があるんだよっていうのをね、実際にね、お見せしながらできればと思うんですけど、まあ、じゃあ、レイカーズの、本拠地のどこのチケットを取るのがいいかっていうのは、またね、別の、ちょっとページを見せながらお見せできたらと思います。実際の買い方に関しては、じゃあ一つね、組み合わせ見ます。そうすると、
こんな風に、どこのセクションですかっていうの、こんな風にね、出てくるんですね。これ今、左の方でチラチラって出てきてますよね。で、アッパーエンドとかだったら201の、なんかちょっと紫色っぽくなってるところ。で、アッパーコーナーとかだったら203の、ちょっと左上の方の、ところっていう風に、こんな感じで金額とどこのセクションなのっていうのが書いてあるんですよ。で、多分ね、キャブスとレイカーズ、そんな人気ないんでしょうね。そんな高い席ないですよね。うわ、あったあったあった。なんかね、こんな場所なのにすごいね、高いですね。でも多分、ここ、僕の予想なんですけど、ロアコーナーっていう、ここの118っていうところはね、多分ですけど、こっから選手出てくるから高いんじゃないかなと思ったりするんですけどね。で、変えるときなんか、ここのフロア6から、まあ、フロア19っていう、そのいわゆるコートサイドってやつですね。これなんかレイカーズがホームのときなんかっていうのは、まあ、結構高いですよ。90万とかのときもあったりしたんで、まあ、ここで、まあ、購入っていう風に進んでもらうということですね。で、続けるっていうのを押していったら、実際のカードを支払うコーナーとかに行きますんで、そこから買ってもらえたらいいと思います。これなんか、まずいかな。僕のカード情報とか出ないですかね。出ないかな。出ないですね。オッケーオッケー。うん。ということなんで進んだ。大丈夫かな。はい。あ、これね、英語のページ出てますけど、実際日本語に翻訳することもできますんで、ご安心ください。なので、あとは、どこの席座りたいかっていうのを選択してもらって、で、皆さんのカードの、登録をしてもらったら、それが、手に入るという、その席のチケットが手に入るということです。で、もう一つ注意点としては、これちょっとごめんなさい、戻りましょうね。戻って、注意点は何かっていうと、チケットの入手方法が2つあって、e チケット、つまり電子ですね、スマホを見せたら入れますよっていうチケットなのか、紙のチケットなのかっていうのを注意してみておいてください。何かっていうと、e チケットだったら、もう買います、で、現地行きます、で、入るときにスマホの画面見せるだけで OK なんですけど、紙チケットの場合は、また後で紹介するんですけど、近くにスタップハブのチケットを受け取るセンターがあるので、そこに行って、で、このチケットくださいっていうのをスタッフに言ってもらわなくちゃいけないんですよ。そこ英語オンリーなんで気をつけなくちゃいけないんですけど、まあ僕も実際その初めて行った時はいいチケット、ウォリアーズとレイカーズの試合見に行った時はいいチケットで買ったんですけど、レイカーズとサンズの試合を見に行った時はその紙媒体の方のチケットを購入したんで、それはですね、チケットセンターに持って行って、このチケットくださいって言ったら、まあ、実際に受け取ることができたんですけどね。はい。ちなみにその時は、チケットプリーズって言って画面見せただけでくれたんで、英語力なくても OK です。ということで、チケットの買い方はそんな感じです。スタップハブっていうのを調べてみてください。ということで、スタップハブでチケットを購入する段階なんですけれども、金額に関してはですね、安い時、まあ正直人気のない試合でだいたい5000円くらいから、めちゃめちゃ人気のあって、かつコートサイド、この画像で言ったら109から113とか、それから103から118かまでのところだったら一番高いところでね、90万円とかっていう金額があったりします。で、僕自身が実際に行ったことあるのは、ここの7番と、それから117番ですね。7番は一番前の席に座れて、117番は前から4席目に座れて、で、ここの通路があるんですけど、ここね、105と103の間、それから118と117の間、ここから選手がそれぞれ入場してきて、右側がレイカーズの選手、で、左側が、ごめんなさい、こっち、クリッパーズもですね、で、左側がアウェイの選手が入ってくるというような段取りになってます。なので、おすすめの場所としては、103か118。これね、僕、117に行ってよかったなと思うんですけど、ハイタッチが欲しいなら、118か103、ここの席を獲得するのがおすすめです。で、比較的そんなにコートサイドのここの102とかと比べて、そんなにめちゃめちゃ高いってわけじゃないんですよね。うん。で、だいたい7番の席僕座った時はこれが8万円くらい。で、117はこれはね、新婚旅行で奥さんと2人で行ったんですけど、2人でだいたい9万円くらいなので、まあ1人4万5千円くらいですかね。っていう金額でした。そんな感じの相場ですね。なので、個人的なおすすめスポットとしては、90万円のコートサイドってなかなか出せないと思うんですけど、まあ、7、8万くらいのチケットだったらっていうね、ところで、まあ、一生に一回の思い出になるくらいのものですから、ぜひ行っていただきたいんですけど、118か103あたりの席っていうのを取得してもらうっていうのを、非常にお勧めしてます。そうすると、選手とハイタッチもできるし、入場シーン間近で見れるし、スター選手を、のサインをもしかしたらもらえるかもしれない。ということで、僕はちなみに、
2020年の優勝年の時に言ったんですけど、ダニー・グリーンのですね、サインをもらうことができました。ダニー・グリーンね、すごいですよ。サインペンを持って徘徊してましたからね。まあそんな感じです。おすすめスポットの紹介と、それからステープルセンターの構造の紹介でした。ということで、丸1、丸2のアメリカに行く準備と、それから NBA チケットの買い方をお伝えしてきました。残りはいよいよですね、ステープルズセンターの行き方なんですけど、これは空港から直接行く方法と、それから僕が実際に行った観光スポットを回りながらステープルズセンターに行くという、この両方をですね、お伝えしていきたいと思いますので、これが終わったらいよいよもう NBA 観戦目の前というところです。ということで、行きましょう。ちなみに、ウーバーで行こうとすると、まあ、大体30分前後くらいの時間がかかって、で、今だと、まあ、17ドルから26ドルっていうふうに書いてるんですけど、安い時だとね、6ドルって表示されてましたし、高い時だと30ドルっていうふうに表示されてました。まあまあ、ハイヤーみたいなね、いいもので行こうと思うと、その3倍、4倍ってお金がかかってくるんですけど、まあそんな感じで移動距離と移動にかかるお金ですよっていう感じで。はい。で、ロサンゼルス空港から行く場合はですね、こんな感じなんですね、ロサンゼルス空港。ターミナル1から6、8まであるんですかね。で、あと、トム・ブラッドリー・インターナショナル・ターミナルっていうのもあって、で、5とね、ターミナル5と6の間くらいのところに、まあ、バス停がいくつかあって、ここですね、アクセスハリウッドとかって書いてるじゃないですか、この辺りくらいでしたかね、に、ハリウッド通りまで直接行ってくれる、まあ、バスがあるんです。3、40分くらい乗るバスで、カードオンリーですね。キャッシュは使いません。カードオンリーで3、40分かけて、ロサンゼルスのハリウッド通りまで直接行ってくれるバスが出てます。で、長い時だと3、40分くらい置きに来るんで、まあ、結構ちょっと待たされるところはあるんですけど、まあ、待ってたらね、必ず来てくれて、ハリウッドって言って、運転手さんが呼んでくれるんで、それに乗っていただいたら、ハリウッド通り行けます。で、ハリウッド通りからの地下鉄の乗り方は、次行きますね。はい。で、ロサンゼルス空港から、到着すると、ここのエンタープライズレンタカーっていうところに届くんですね。到着するんですね。で、そこからずっと、左の方を見ていくと、ここにね、チャイニーズシアターってありますよね。これが、いわゆるアカデミー賞をやっているところですね。もうずーっと歩くだけなんですね。一本線ですよね。ここからちょっと上に出て、ちなみにこっちのね、ミュージアム・オブ・デスっていう死の博物館、これ結構怖いですからね、覚悟していっていただけたらと思います。で、ここから直接バーって行ったら、ここのハリウッド・ラインっていう地下鉄がありますんで、まあ地下鉄はね、僕のハリウッド行ったぜっていう動画があるんですけど、まあ、そこでも紹介してるんですが、1.75 ドルでもう好きな駅まで行き放題というところなので、まあ、ちょっと最初にカード買わなくちゃいけないんですけど、それ買ったらもう 1.75 ドルで行き放題っていうところがあるんで、まあ、それに乗ってロサンゼルス視聴者まで行っていただくと、ロサンゼルス視聴者はどんな駅かっていうのは次の動画で紹介するのでね、見ていただけたらと思うんですけど、まあ、ここをずーっと行くと、例えばまあワックスミュージアムっていう浪人業館ってやつですね。もあったりとか、マダムタッソの浪人業館もこの先にあったと、このチャイニーズシアターの隣ですね、にあったりしますんで、まあそれも結構面白かったりしますし、それからハリウッド博物館ですかね、っていうのもあったりしてね、歴代の、ここハリウッドミュージアムってやつですね、歴代のそのいろんなハリウッド映画で使われた小道具とかが置いてあるというようなものですね。で、もっとさらに行くと、まあ、ここにハリウッドセブンスターモーテルっていうのがあるんですけど、ここが僕が泊まったホテルですね。はい。ちなみに、ここにちらっと見えた、ここのハリウッドハイランドっていう駅から一本行ったら、もうユニバーサルスタジオハリウッドに行けるというですね。まあ、結構近いところにあったりするんですよね。まあ、そんな感じでハリウッドも楽しんで、で、ステープルセンター向かってもらえたらと思います。地図にしてみるとこんな感じですね。ウォルト・ディズニー・コンサートホールがメトロの駅を降りたところすぐ近くくらいにあって、で、まあ、大体歩くとステープルズセンターまで40分近くかかるということで、40分も歩くのって、まあ、距離にすると 2.5、6キロってところなんですけどね。まあ、その間に、リトル東京とか、ロサンゼルス視聴者とか、無料で入れる美術館とか、それから図書館っていうふうにいろいろと見て回るような観光スポットっていうのがあるので、ぜひそっちも見てもらいたいということで、今回は、歩いていくコースでご案内をしていきます。
はい、で続いてここがシビックセンターグランドパークっていう、メトロですね。でここからこのグランドパークっていうのを抜けていくと隣にあるここのロサンゼルス市役所、まあだいたいメトロ着いたら最初にここを上がってみるといいかなと思いますね。で上がり方に関してはこんな感じ。ロサンゼルス市役所を降りたら、下の方ですね、ここの W ファーストストリートっていうところをずっと右の方に、まあ、地図上で行くと右の方に行くとこんな感じですね。リトル東京っていうのがここにありますよという感じですね。ちなみに、今のロサンゼルス市役所とここのリトル東京を、左の方ですね、地図で行くと左の方に行くと最初のスタート地点のウォルトディズニーコンサートホールっていうところまで行けるというところですね。でちなみにリトル東京からウォルトディズニーコンサートホールまでが大体10分くらいかな、歩いての距離になるんで、結構まあ1キロくらいは歩かなくちゃいけないかなというところですね。でそれが終わった後にウォルトディズニーコンサートホール、まあなかったらもう外見るだけしかないんでね、あの外見るくらいでコンサートはやってないんで、でその隣のザ・ブロードっていうですね、ここですね、ここがなんとやってればなんですけど無料で入ることのできる美術館なので、ここもぜひ入っていただけたらなと思いますね。中の良さはこんな感じです。はい、でブロードが終わりましたら、続いて今ね真ん中の方に表示されているロサンゼルス中央図書館っていうところに向かっていきます。もうほぼほぼ一直線でね、ちょっと曲がってこのなんて言うんだろうな、こう W、まあ、ウェストタブフィフスストリートっていうんでしょうね、ここをまあちょろっと曲がっていって、で、左から入っていくと、まあ、中で入れると。で、まあ、ロサンゼルスのその中央図書館に入ること自体はできないんですけど、なんか会員カードみたいなのがないと、まあ、その手前にあるですね、3つくらい、なんかフードコートみたいなのがありますんで、まあ、そこで食事をとって、で、さらに下の方に行った、ここのステープルセンターに向かっていくという、そんな流れでね、行くイメージですね。で、まあ、ここで、まあ、昼食をとるなり、もっと周りにね、ある、ところで撮ってくれたらいいんですけど、ここにあるパンダエクスプレスってね、書いてありますよね。パンダエクスプレス。ここで僕はね、昼食を撮ったというところですね。まあ僕と、まあ、新婚旅行の時もここ寄ったんですけど、まあ嫁さんがね、ロサンゼルスでめちゃめちゃ美味しいっていうね、あの中華料理のところだったんで、まあぜひ行ってみていただけたらと思います。周りの雰囲気はね、こんな感じです。現在ロサンゼルス4時半で、ステイプルズセンターレイカーズとクリッパーズのホームですね、ついに行っちゃいました。で、まあ、マイクロソフトセンターとか、それから XBOX とか、あと何ていうのなんか、ESPN とか、あと忘れた、なんかいろいろあったんですけどね、あトヨタとかもありますね。ということで、今4時半なので、あと3時間後ピリは試合が始まるという感じで、何時からちょっと入れるか分からないですけど、1分前とかなんか言ってたのをチラチラ、なんか6なんとかっていうのが聞こえてたのが、まあ1時間30分ぐらい前とかに入れましたかなと思います。ということで、今ですね、アビマジックジョンソンとの通称を取れて、あれ奥がね、なぜかボール3つ持ってるんですけどね、両手とあとどこでボールを扱うんでしょうか、気になりますが、で、その横がエルジン・レイで、
最初に移してからは、これがカリーマードルジャパンですね。ということなので、ごめんなさい、違う、あれはジェリーウエストだ、これはジェリーウエストだ。で、そのさらに右に行くと、あれがエルジンベイラーですね。はい、ということで、コービーの銅像はまだ立ってないようなんですが、まあ、いつか普通に立つんでしょうね。その時来るのを楽しみにしていきましょう。その時またね、2回に来れたらいいなと思います。ではでは、あと3時間、1時間潰していきます。では、はい、すみません、ステープルズセンターの紹介を先にしてしまって、肝心のじゃあ中央図書館からどうやってセンター行ったらええねんっていうことだったんですが、あとはもう簡単ですね。こっち地図上で見るとこんな風にナビ出されてるんですけど、もうここのウェスティンっていうところの通りまでぐーっと出てしまって、そっからもう南下するだけで OK です。はい、南下していくと、まあ、その途中に例えばここのシャックズとかね、それからその手前にグラミー賞をやるようなミュージアムもあったりしますんで、そこをずっとね南下していってもらうとステープルズセンターが出てきます。で、さっき周辺の紹介をしている動画っていうのは大体この辺りですね。ここにお土産さん、チーム LA とかありますね。このコーラ辺の紹介をしてましたんで、なんかここにマイクロソフトのうんぬんって言ってたと思うんですけど、こういうのがあったりとかね。で、それから今回のその地図っていうのを、もし紙で買った場合は、このステープルズセンターをぐーっと下降りていった、ここ、スタップハブのロサンゼルスっていう書いてあるところで、ここでチケットを受け取ることができますんで、まあちょっとこれ、ね、ステープルズセンター大きいんで、2、3分ある下に降りてって、買わなくちゃいけないんですけれども、まあそんなに距離はないですからね、チケット獲得して、で、並んでもらったらと思います。早かったら、1時間半くらい前とか1時間前には中開けてもらえるんで、中開けると、もしかしたら自分のお目当ての選手とかがシューティングをしているシーンなんかも見れたりするかもしれません。はい、ということで、ここから先はですね、中の雰囲気、様子といったところのおまけ動画みたいなところで、はい、ということで以上がですね、渡米の準備、それから NBA チケットの買い方、空港からステープルズセンターの行き方、観光地も含めてですね、ご紹介をさせていただきました。まあいろいろその NBA だけを目的にじゃなくてですね、いろいろハリウッドにはもう見て回ったりとか、お土産買うところとかもいっぱいあるので、またぜひそちらもですね、合わせて、せっかく旅行に行くんですからね、行っていただけたら嬉しいです。ということで紹介動画に関しては以上となるんですけれども、今回ね、総集編ということで、せっかく NBA の、まあ、プレイシーンをですね、こうやって、動画としてですね撮っておりますので、残り時間は、まあ、最後見ていただけたらいいかと思います。ということで、もしねまたアメリカへの行き方とかチケットの買い方どうだったかなっていうことを、見直したいという方はですね、ぜひまた見ていただけたらと思います。ということで本日の動画以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。
Shaq Diallo, Ty Jerome, both return from Phoenix. Javius Caldwell Pope, Kyle Kuzma, both into the Laker lineup. That's the end of the three.